はい、皆さんこんにちは、ファンダリングルーシーです。三国志13、PK 呂布でのプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回ですね、劉備を裏切って上州を手に入れた呂布なんですが、今回は高陵に出兵してますので、まずはその状況をね、見ていきたいなと思います。高陵に出兵した2000の軍が迫ってますね。こうやって見るとどうだ？袁紹がやっぱりそれなりに勢力を誇っているのは間違いないですね。で、呂布はというと牢屋に可否で、高陵は今から呂布が取ろうとしてますからね。呂布はだから今3つで、高陵を取れば4つかな。牢屋、可否、高陵に勝敗、まあ、この4つはまず間違いなく取っておきたいところですね。で、あと配下の武将でいうと、高順は主力隊なので、もうもちろん頑張ってもらうにして、あとは長領、これも主力ですね。あとは義職、義越、あとは陳宮はね、政治で頑張ってもらってるし、あと朝鮮はね、可愛らしいですよね、朝鮮ちゃん。この辺りを中心に、まずは曹操と渡り合う前にもう少し戦力を強化しておきたいので、まあ、やっぱり呪春あたりの攻略が肝になってくるかな。とはいえ勝敗や牢屋、この辺りが曹操の脅威にさらされるのはまずいので、まあ袁紹と少し通じておくというのはありかな。そしたら成長に行って、まずは表情を開いておきましょうか。こんな案もございますぞ。よかろう。勢力表情は今開けないね。まあ、達成は前回しましたけどね、目標は。なのでここは外交で、まずは任務上不足ね。ちょっと一旦任務を開けたら、次のターンで袁紹と決め役を通じましょう。来てやったぞ。はっ、ありがたく。そろそろ高陵は配下に収めたかなというところで、曹操の話ですね。お初にお目にかかりまする。できて光栄ですわ。ちょっと胸元がだいぶ緩いな、こいつは。
さあ、万丈の戦いの話でしたね。直命ですね。お、将軍になりましたね。まあまあだな。ここはやっぱり陳旧かな。これはこれは大層なもの。こうしてはいかがか。よかろう。まあ、ただ今はやっぱり袁紹と一刻も早くこのようになり申した。外交で曹操を迎え撃つための金脈を通じておきたいところなんですよね。お、ついに攻撃開始したな。で、どうなったかというと、まあ、ここは無難に落ちるでしょう、どう考えても。いやはや良き日和でございますな。よかろう。こうしてはいかがか。よかろう。氷を落とした後ですよね。ここは朝鮮を派遣しましょう。明暗がある。承知いたしました。かような守備となりましたぞ。光栄の至りにございます。まあ何としても同盟を結んでおきたいですからね、袁紹とは。で、南北から曹操を撃つ。まあ陳旧からの頼みであれば引き受けましょう。ただ君主たる呂布自ら各都市を回るのか。このようにしてはいかがでしょう。了解。依頼は複数受け取れないので、少なくとも三国志13を受け取れなかったので、依頼を破棄するかもしくは達成するかしかないんですよね。ちょっと街中で勝敗を調査してみましょう。
で、香料の方はどうなってるんだ。で、朝鮮は炎章との仲も取り持ってもらわなきゃいけないしね。香料は落ちるのは時間の問題だな。で、今で言うと火費が1万9000か、牢屋が1万8000、これに香料が加われば勝敗と合わせて、まあ、約8万ぐらいの軍勢になるな。朝鮮と張飛の間に絆が生まれたと言われてもな、これで朝鮮が寝返ったりしないだろうなっていうところの方が気になりますね。成長に行って、そしたら表情で表情を開きましょう。まあ、任務中の武将はわざわざ寄せなくてもいいでしょう。承知いたした。よろしいでしょうか。よかろう、こうしてはいく。よかろう。内政施設と都市技術、農業、商業、文化、陛下熟練のいずれかが一定値に達すると翌月の初め、それぞれ関連する施設を都市に建設できるようになりますということですね。お、香料が配下に加わりましたね。で、誰を行かせるかなんですが、まあ、陳と まあ、この辺りを行かせるかな。回避のね、これで都市は4つになったか。副案がございます。よかろう。お任せください。で、香料は、まあ、すぐに敵から攻められなければ問題はないでしょう。で、問題は勝敗で表情を開きましょう。おい、表お聞きくだされ。攻略戦か。このようにしてはいかがでしょう。まあ、陳旧の言うことの方がいい気はするけどね。策もござる。副案がございます。いや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 、みんなこの清廉の言うことを採用してるけど無理でしょう。この西北牧羊陳竜の攻略なんて
ここが内政の充実だ。まあまあだな。陳旧の言うことに間違いはない。で、呂布自らやるか。騎兵の訓練を行いましょう。無論かやるか。あ、そうか。それに合わせて大使を任命しなきゃいけないんですね。いやー、金6700もしょうがない。炎章と今仲違いするわけにいかないからな。あとは人材で登用できるような人がいるかだな。厳しいかと思われます。厳しいかと、厳しいかと思われます。厳しいかと、厳しい、誰もいないが、厳しいか、厳しいかと思われます。陳旧に任せれば。明暗がしかと受けたまわりました。武将の数はいくらいてもね、困らないですからね。信長の野望の天道とかだとね、配下の武将が多すぎるとその給料の支払いで破綻したりもするんですけど、三国志に関してはそこまではないかな。ありがとうございます。まあまあだな。喜んで。やるか。で、商業もしっかり鍛えていかないと、もともと予定していた。これはご機嫌。うん、よし。勢力目標が達成できないので、陳旧に商業を上げさせるとか、そのあたりもやっていかなきゃいけないかな。不安がございます。よかろう。あと公領の大使も誰になってるかちょっと確認しましょう。公領の大使が呂布になってるので、これを陳慶に変えましょう。報告を預かっております。こうしてはいかがか。よかろう。かしこまりました。よし、これで公領の大使も任命したし、一旦落ち着けるのかな。勝敗が2万か。軍勢でいうと牢屋が2万、会費が23000ですね。公領が3600か。公領がもうちょっとしっかり兵力を集めておかないとちょっと心配かな。で、勝敗が2万と、まあ、悪くはないんですけどね。で、あとはどうだ。西北は4000しか軍勢がいないので攻めやすいけど、逆にこの官僚あたりから軍勢を出してくれないと厳しいかな。まだちょっと攻めるには早いよね。
将軍が進行してるな。ここは炎将軍が進軍してるわけだ。このあと、ただまだまだ曹操と直接対決って感じにはならないんだな。これはご機嫌麗しい。よかろう。不安がございまする。よかろう。で、ここで出兵してるね。1万4000の軍勢。目標が官僚。これは呂布にいよいよ攻めかかってくる気配ありだな。となると勝敗と勝敗の防御を固めた方がいいな。炎将軍はかなり順調に来てるね。動員に18日後かかるわけだな。まずはこの行営を守らないとな。領に孤陸、この2つあたりはしっかり守らないといけないんで。いやー、なんか曹操軍が活発になってきてますね。動きが危険な香りがプンプンするな。さらに孫策軍も来てる。いやー、ちょっと何もしないまま終わりそうだな、このままいくと。とりあえず呂布が領に着いたので、ここで城塞を建築しましょう。で、今作れるのは賢人だけか。できればね、療養者とか作っておきたいですけどね。傷ついた兵の回復が可能って書いてるんで、まあ、ただここは賢人を建てましょう。進め。で、さらに勝って、回避からも出兵しましょう。どこに出兵するかというと、ここ出兵できない。なぜだ。堀区に行って建築調査が群落台。よし、ここだな。まあ勝敗は絶対に譲れないですからね。あとは高陵がもう少し軍勢が集まってくれればいいんだけどな。報告します。よかろう。で、あとはちょっとここに来て一気に曹操の動きが本当に慌ただしくなってきてるので、早めに余裕があるうちに指示を出しておきましょう。今出兵中だからできないか。なるほど。では できればね、高陵の軍勢をちょっと増やしておきたいところだったんですけどね。
マー殿。いやー、なんか曹操の動きが本当に活発になってきてちょっと怖いな。かしこまった。報告します。よかろう。報告します。よかろう。曹操が攻めてくるんだったらどうだ、北海から攻めてくると考えていいよな。となるとこの東部を押さえておいた方がいいのか。いやー、北海で動員かけてるね。危険な香りしかしないな。香料が4366、まだまだだな。そしたら一度呂布勢は賢人の耐久を上げておくか。進め。で、小陸もちょっと呂布に群落台を、今群落台が設置されてるからこれを回収することは今できないんだね。よし、だったら無駄に長領を派遣してきましたけど、ここは長領を解散させましょう。お任せあれ。報告します。よかろう。で、できるだけ早く無理そうだな。いやー、本当になんか怖いな。一旦呂布も勝敗引き上げさせて、そっからですよね。で、公領にちょっと軍備の拡張を命じましょう。一旦呂布を解散しましょう。ただね、いつ敵が攻めてくるかわからないからな。やるか。小陸と呂、この二つは絶対に抜かれてはいけない場所だからな。いや、飲んでよ、酒飲んでよ。そこをなんか選択権欲しかったな。新書を送れると言われてもな。
さあ、曹操軍も動いてるね。こんな案もございます。よかろう。こうしてはいい。よかろう。おかわりはありません。よかろう。危険だな、非常に危険だ。一刻も早く公領の軍勢の拡充を図らないと。見損なったぞ。申し上げます。まあまあだな。まあ、嬉しゅうございます。ご報告いたしまするぞ。これはこれは大層なものそれではまず成長に入り、こっからがね、結構慎重にやる必要があるんですが、まず表情で都市表情考慮。暇な人間は出しましょう。任務してないやつはね。で、あとはやっぱ外交なんですよ。外交で同盟を結びましょう。袁紹軍と同盟を結びたい。いやここはやっぱり朝鮮とかを派遣した方がいいよね。陳旧とか一旦見送って、その間に再び内政商業を入れておきますか。うわ、そうなるとやっぱ軍事かな。め任せな。で、高陵の都市の表情の後にもう一度袁紹と同盟交渉を結ぶか。で、袁術はどこに向かおうとしてるんだ。
術勢はこの後可否に来るのかな。まあ呪春を抑えてもいいんだけどね、まあ、とりあえず一旦は様子を見ましょう。まあ孫作とももうね国境を接してますからね、あんまり下手な動きができないっていうのもあるし、キャッ漁夫が間に合わなかった。行くぞ。朝鮮が帰ってきてるんで、ここは外交同盟で袁紹と同盟を結びましょう。明暗がある。しかと受けたまわりました。こうしてはいかがか。よかろう。今曹操と袁術と両方を相手にするのは厳しいからな。失礼します。よかろう。まあ、少なくとも袁紹とは同盟を結んでおきたいな。このようにな。よかろう。明暗わかり申した。これが結果です。ありがとうございます。まず勝敗の繁栄を中までは持っていきたいしね。副案がございます。よかろう。いい考えがあります。よかろう。親子の絆ですね。まあ牧羊にまで足伸ばしたいけどな、任務の達成のために。今ただ曹操軍は引き上げ中だな。であればいけなくはないか。逆に袁術を打つか。今のうちに呪春に2万4000の軍勢か。劉備もいるしな。高陵がいまいち軍勢がね伸びてこないですね。まだ5030だもんね。これも全ては袁紹との同盟なるかどうかだな。いい考えが。よかろう。
喜んで。こうして。よかろう。まあまあだな。はっ、ありがたく。さあ、陳旧の同盟交渉がどうなるかによって炎術討伐を行いましょう。策がござる。良き案があります。いやー、これは こんなとこでどうかな。お耳を拝借したく。こうしてはいかに。副案、話があります。呂布案。まあまあだな。よろしいでしょうか。よかろう。私にお任せを。陳旧がどうなってるんだ。これはご機嫌麗しい。よかろう。陳旧の同盟交渉がどうなってるかだよな。よかろう。とりあえず会費の徴量を出兵させて、我が部お見せいたす。かしこまった。副案がございます。よかろう。明暗。私にお任せ。さあ、陳旧がどうなってんだ。会費から出兵させた26,000でこの城塞都市九重を落としましょう。九甲でしたね。九甲。でここで敵も出てきたか。となると一旦待機させて、かしこまった。勝敗から両夫も出しますか。者ども、両方戦の出陣だ。ただここに来て曹操軍がまた動いてるな。いやー、曹操軍が動いてるね。
報告します。怖くて動けない状態が続いてるけど、最悪すぐに生涯に戻りましょう。牢屋に25,000で、香料は7,000ぐらいにはなってくれてる。6,000かまだ。そしたら一旦呂布も行くぞ、関と制圧に専念しましょう。報告します。よかろう。そしたらちょっと例によってまた時間がかかってしまいましたので、ここいらで一旦終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいかなというふうに思います。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。で、そうするとあのこんな感じになってましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。